辛い味にはね、味噌味ですよね。味噌スープよーく溶かしてくださいね。どうもー、キュアハイボールでーす。あー、今日も世界の平和守るぞ。あー、守るぞ。今回は地上波で僕やらせていただいたお願いランキングであった地獄の札幌一番ね。お願いランキングって関東限定なんですよ。いろんな方からレシピ知りたいっていう風におっしゃっていただいたので、今回は地獄の札幌一番ねやりたいと思います。締めに使うレシピなので、蒙古タンメンみたいな札幌一番です。めっちゃ辛いんで気をつけてください。これめっちゃ辛いけどめっちゃうまいです。超自信あるこれ。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ちょっと僕はもう限界ラバーなんで材料紹介できないので、今回刻むのはですね、ニンニクはもうあの皮取っといてくださいね。キャベツは、まあ、芯ね、芯の部分ちょっと切ります。2センチ幅ぐらい、8分の1個なんですけども、だいたいこれでザクッと切って、まあ一辺これぐらい、ほんとラーメンですからね。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずですね、フライパンですね、火つけていきますね。サラダ油ね、大さじ1、ちょっとね、油これぐらいかな、これぐらい。はい、豚ひき肉とキャベツを炒めていきます。豚ひき肉これね、はい、70g。 塩コショウはしないで大丈夫。あとでね、調味料でね、味をつけますんでね。まあ炒めていきましょう。こうやってね、ちょっとね、炒まってくるんですよ。こうやって炒めてきたら、キャベツを投入します。でキャベツ投入したら、そこで、これね、重要な調味料、はい、僕はね、こんなお味噌使ってます。田舎味噌、無添加ね。だし入り味噌じゃないんですよ。だし入り味噌を使ってしまうと、あのだしの余計な香りがついてしまうん でこれを、小さじ2杯、はい、味付けのために味噌ラーメンに味噌を入れるってね。味の素4杯、4振り、味噌で炒めていきます。味噌が全体に絡まるようになじませながら炒めていきますよ。野菜炒めを作ってからラーメンを作るっていう手法ですね、これね。野菜には肉の脂が行き渡って、具材に味がついて非常に美味しくなるんですよ。具材がね、豊富なんで栄養がバッチリ取れちゃうっていう。中火から中弱火ぐらいで余ってる豆腐でいいです。で、こいつを、まあ、こう、あのね、これ、ね、大きめでいいです。後でね、どうせね、麺入れて、混ぜるときに崩れるんで、大きめカットで入れてあげてください。こうやって。はい。で、ここにね、水。もうね、炒めたらここに入れちゃいます。はい。これ、一人前なので、水入れたら、火を強くします。ニンニクはね、おろしニンニクです。チューブのニンニクでもいいですよ。生でおろした方が 1.5 倍うまいです。小さじ1ですね。一味唐辛子にしてくださいね。七味唐辛子だと柚子の余計な風味がついちゃうんでね。全部入れます。はい、辛党の方絶対やってみてください。唐辛子のこのいい香りをおかずにしてご飯を食べていきます。あー、うまい。やっと札幌一番の出番ですね。これ味噌ラーメンが合いますから。はいはいはい、ここに入れて、はい、入れて、麺が煮えるまで煮ていくんですね。辛い味にはね、味噌味ですよね。実はね、北海道には札幌一番あんまないらしいよね、これね。これびっくりしたんだけどね。札幌一番なのに北海道はマルちゃんらしいですよ。はい、これフォロワーさん情報です。麺がほぐれるまでこれ煮ていきます。ほぐれてきましたね。ほぐれてきたら、これもう火止めます。火止めて味噌ラーメンスープ。火止めるっていうのは何でかっていうと、そのままグツグツやって味噌スープを入れちゃってしまうと味噌の香りが飛んじゃうんですね。なので止めてからやった方がいいと思います。味噌スープよーく溶かしてくださいね。そして、これをラーメンの器に入れていきましょう。まずラーメン、多分ね、結構ほぐしてすぐ調味したんで、麺の硬さもいい感じに、いいジャンプになってると思いますね。はい、豆腐もお野菜もいっぱい入ってますんで、これ一杯でかなり栄養が取れる。ガサッと、おー、非常に美味しそうですね。七味スパイスがついてるので、これも入れてあげましょう。はい、玉ねぎもね、
パラッとね、好みで追い一味ですね。地獄の札幌一番完成になります。はい、では皆さんね、さっき完成ですって言ったんですけども、その後ラー油と糸唐辛子も追加しましょう。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。麺ですよね、やっぱね。辛いでもね、非常にうまみがありますね。汗がうまいな、辛っ。うまいっす。辛いの好きな方はマジでいけると思うんですけど、辛いの苦手な人は絶対作んないでください。麺食ってスープ少し吸ってみて分かるんですけど、唐辛子のうまみが半端ないんですよね。辛いのを食べるとすごく汗をかく人なので、もう僕これ以上の収録がちょっと顔デロンデロンになってしまうんでできないんですけども、マジでうまい。うま辛い、うま、うん、いや辛、うん、うま辛、うん、辛いけどうまい。唐辛子のうまみがこのスープに溶け込んでるからですね。豆腐もいいアクセント。僕2000レシピ持ってるんですけど、その中でも1位です。すごい好きなんですけど、ちょっと辛さが結構ね調子に乗ってしまったので止まんないんだけど、やっぱり辛いさが来るから、そういうことでぜひ試してみてください。さっきまでベロベロパターンすると、めちゃめちゃ辛いさ、これ一番食って正気に戻ってしまった。本当にこれもう本当に大丈夫かな、これ。横で達也がね、札幌一番食ってむせてますけども、辛いのが苦手な方は七味の量を半分にしていただいてむせてる音入ってるぜひ作ってみてください。